それじゃあみんな始めて。最低の母親だよ。何ですって？私が憎いならもっと激しく憎んだらいいじゃないの。それを何よ、深夜さんの気を引くために死ぬ真似をするなんて最低だよ。愛する深夜の幸せを願うあまりに、玲子は心を鬼にして深夜の母静子を罵倒した。自分のために誰にも不幸にはなってほしくない、それは玲子の切なる願いであったが、心は虚しかった。玲子は今自らを奮い立たせるようにしてゴルフに熱中しようとしていた。私にはバカなことをしている時間はないんだ。あなたのためにもゴルフに集中しなければ。お母さん元気ですか？私はゴルフ漬けの毎日を結構楽しく過ごしています。朝6時のマラソンから始まるスケジュールは心身ともにクタクタになるほどハードなものだけど、私は別、毎日毎日新しい力があふれ出てきてとっても充実してるの。深夜さんは今しずこおばさまの病気見舞いに行っているけど、すぐに戻ることになっています。しずこ奥様が？お母さん、深夜さんがいつも私を見守ってくれているんですよ。私がとっても充実した毎日を送っているという意味がわかるでしょ。お母さんが心配するようなことは何もないから安心してね。祈りの中、九死に一生を得てこの世に生を受けたレイコ、祈ること書いてレイコ。今レイコは神に何を祈るか。Thank you.
どこ行くつもりなの？母さん、僕はレイちゃんのところに戻ります。なんですって？お母さんを散々侮辱したレイ子にまだ会おうって言うんですか？母さん、なぜレイちゃんの心がわからないんですか？レイちゃんがあんな乱暴な言葉を投げつけたのは、僕を母さんに返そうとしたからなんです。死のうとまでした母さんを救うためにレイちゃんは身を引こうとしたんじゃないですか？深夜、行かないで。母さん、レイちゃんの心分かってあげてください。私はレイ子を認めませんよ。許してたまるんですか？アプローチとパッド、これさえ身につければ飛ばすのは誰にも負けないんだけどな。プロテスト諦めた方がいいよ。何？サイコには生まれつきコントロールする力が備わってないんだ。ふざけんじゃないよ。これでも私はね、中学高校とソフトボール部のピッチャーだったんだ。ストライクが入らなくて自滅してたんじゃないの？京子さん、失礼よ。人の欠点をあげつらうもんじゃないわ。彩子のゴルフはお嬢さんゴルフだよ。真っ平らなコースならそこそこのスコアを出せるだろうけどね。ツアープロになれば雨や風とも戦わなければならないんだ。お嬢さんゴルファーに務まるもんか。レイコ、そうは思わないかい？私は彩子さんも彩子さんも素晴らしい素質を持っていると思うわ。あとは私たちの覚悟。覚悟？ええ、そうよ。どんな辛い目にあってもプロゴルファーになる夢を捨てないという覚悟よ。丸本と申しますがね、娘の彩子にプレゼントを持ってきたんですが、取り次いでもらえませんか？そうですか。今食事中だと思いますので部屋まで案内しましょう。私、高知主任をしております、黒木と申します。さあどうぞ。私の娘まで練習生にしてるんですか？この玲子という娘は3年前の殺人を犯した上島雄平の娘なんですよ。ご存知でなかったんでしたら即刻玲子を退学処分にしていただきたいものですわ。当校では練習生の家族の経歴や職業を一切問わないことを原則にしております。たとえ親が過ちを犯したとしても、その罪を娘にまで背負わせるのはどんなものでしょう？お黙りなさい。大切な娘を人殺しの娘と一緒に練習させられません。あなたでは話になりません。理事長を呼びなさい。お母さんもやめて。早くやめてちょうだい。玲子さんと私はゴルフで決着をつけることにしているの。私たちの戦いの邪魔はしないで。どうした、レイちゃん？深夜さん、どうしてここに？丸本社長夫婦に何か言われたのか？そうなんだね。深夜さん、私は自分のことは自分で決着をつける女です。あなたの力なんていらないわ。どうして雫おばさまのそばについててあげないんですか？君は愚か者だ。何ですって？君の気持ちがわからない僕だとでも思っているのか？
僕は君がどんな気持ちで母さんを侮辱したのかよくわかってる。だけど悲しいよ、君のその愚かさが。僕には悲しいんだ。深夜さん、僕は僕の人生で君は書くことのできない人だと思ってる。だからどんな苦しい時でも君と分け合って生きていこうと決めてるんだ。それなのに君は自分一人で苦しみを引き受けようとしている。君は本当に僕を愛しているのか、本当に僕を必要としているのか。深夜さん、ごめんなさい。私はただあなたを苦しめたくない、そう思って。レイちゃん、僕たちは人生の同志なんだ。君のために苦しむことは僕にとって決して不幸ではない。深夜さん、レイちゃん、もっともっと僕を信じろ。信じてるわ、信じてます。だったら僕一人の幸せを願うな。幸せも不幸せも僕たちは一緒なんだ。深夜さん、あなた、レイコにいじめられてるんじゃないんでしょうね。そんなことないわ、レイコさんはそんな人じゃないもの。アヤコ、私たちに隠し事をすることはないんだ。レイコがお前をいじめないわけがないじゃないか。お父様、お母様、レイコさんはあなたたちが思ってるような人じゃないんです。誰に対しても、もちろん私に対してもよ。フェアで公正な人なの。悔しいけど私認めざるを得ないわ。そんなバカな。彩子、まるであなた麗子に負けたような口ぶりね。負けたとかそういうんじゃないの、私のライバルとして認めざるを得ないの。麗子さんがいなかったら私ここを逃げ出していたかもしれない。彩子、何かあったのか。何か嫌なことでもあったの。何でもないわ、ちょっと練習が厳しかっただけ。お父様、お母様、心配することは何もないから早く帰って。もうすぐ練習が始まるわ、早く帰って。京子、おじさま、おばさま、お久しぶりね。私のこと覚えていらっしゃるかしら。それはまあ。彩子、どうして京子のこと黙ってたの。いつからここにいるのよ。おばさま、私がここにいたらいけないのかしら。私が彩子姉さんをいじめるとでも思ってるの。別にそんなことは。そう、だったらそんなにあたふたすることないじゃない。素敵な毛皮ね、ミンクじゃないの。これ、これ私がもらったの。何する京子。泥棒猫が何をするとは言ってくれるじゃないか。本当はといえばこれは私の財産を乗っ取って買ったミンクなんだろう。お前たちは私が小娘なのをいいことに私の家も財産も全て横領したんだ。バカバカしい、誤解するとも腹立ちいいぞ。京子、お前の家や株券の全ては丸本物産という会社の所有物だったんだ。義兄が死んだ以上会社に返してもらうのは当然じゃないか。嘘をつくんじゃないよ。お父さんが屋敷や株券を会社名義にしてたのは税金のためさ。お前たちはそれを知ってるくせに父が玲子の父親に殺されたのをいいことに乗っ取ったんだ。私たちは法律的にやましいことは何一つしておらん。義兄の遺産はみんなお前に渡ってるはずだ。お前に恨まれる覚えはない。おじさん、私はね、お前がずっと丸本物産の社長の椅子を狙ってお父さんを失脚させようとしてたことは知ってるんだ。彩子、
今すぐ荷物を持ってらっしゃい。あなたをこんなところ置いとくわけにいきません。嫌です。私はここで練習を続けます。いけません。取ってらっしゃい。私はここに残ります。京子、彩子に手を出したら私は許さんぞ。偉そうな口聞くんじゃないよ。私の経歴をばらそうとでも言うのかい。やってごらん。娘の顔を切り刻んでやるよ。お前というやつだ。あなた、いいかい。玲子に恨みを晴らしたら今度はお前たちの番だ。お前たちの家に乗り込んで財産は全て返してもらうからな。首を洗って待ってな。丸本健三は社長の椅子を狙って丸本理一郎氏を追い落とそうとしていたんだわ。バカ者、京子が養成所にいることをなぜ報告しなかった。京子に関しては逐一報告するように命令したはずだ。申し訳ありません。社長はお嬢様を心配してるんでしょうが、京子の憎しみは玲子だけに向けられています。心配する必要はないと思います。旦那様、兄は玲子と京子を戦わせて相打ちになるように仕組んでるんですわ。うまくいけばそうなるだろう。だが失敗した場合はどうなる。私が最も恐れているのは二人が同じ場所に長くいることで玲子が余計なことを知ってしまうということだ。現に私は京子の口を通して玲子に最も知られたくないことを聞かれてしまった。いかん、いかん、いかん。ケンジ、京子と玲子をあの養成所から追放するんだ。追放した上で二人に殺し合いさせるように仕向けるんだ。承知しました。まず玲子から始めましょう。手立てはあるか。玲子の兄トールを使います。血はつながってはいませんが、玲子は兄思いの妹です。罠と知っても乗ってくるでしょう。17ブラック。自分で何やってるか分かってるの？ああ、分かってる。分かってるもんですか。チップ1枚が1000円よ。10枚で1万円、100枚で10万円。あんたはそんな大金を何秒かの間に吸ってるのよ。ドブに捨てるみたいに。取り返しのつかないことになるの考えないの？俺にはケンジ兄貴がついてんだ。ママさんが余計な心配することはねえや。トール、あんた野沢の恐ろしさを十分知ってるはずじゃないの。そん時はそん時さ、命が欲しいならいつだってくれてやる。トール、ギャンブルは最高さ。時間は飛んじまうし、何もかも忘れることができるんだ。トール、私はあんたを息子だって告白したことを後悔してるのよ。私が一生口を管理してれば
あんたは玲子さんのことで苦しむことなんかなかったのよ。玲子さんとずっと兄弟でいられたんだもの。玲子の話はやめろ。あんたはバカよ。玲子さんを忘れるためにギャンブルにのめり込んでるんだろうけど、こんなこと続けてたらあんた命取りになるのよ。私はあんたを安子さんから取り戻したかった。あんたと一緒に住んで今までできなかったことを全部あんたにしてやろうと思ってた。でもあんたは安子さんのとこに帰った方がいいよ。私じゃない、あんたの母さん安子さんなのよ。やめてくれよ。君の親も育ての親も関係ねえよ。誰かが言ってたっけ、生まれてきたのが間違いだってさ。手遅れなんだよ俺の場合。いつだって手遅れなんだよ。ギャンブルを、あの子自分で自分をドブに投げ込むようにギャンブルにのめり込んでるんです。玲子さんを忘れるために。玲子？トールが玲子か。そうなんです。あの子は小さい時から玲子さんと本当の兄弟じゃないことを感じ取っていたんです。あの子の心を思うと不憫で。馬鹿げてる。私はそうは思いません。そこから思い詰めた人を諦めようとする時の苦しみがどんなに辛いものか私にはよくわかります。私だってかつて。やめないか。お前は私に何が言いたいんだ。トールには父親が必要です。あの子の魂を引き戻せるのは父親の大きな力なんです。野上さん、あなたが父親としてトールを殴りつけてでも引き戻してください。トールを見殺しにする気ですか。私には関係ないことだ。33ブラック。ついてきたな、トール。つ
次は14だ。14に全部。これに勝てば負けた分は取り戻せる。これに勝ったらこんな世界におさらばして玲子に会いに行くんだ。14に全部だ。そろそろ清算してもらわないとな。奥は楽に超えてるな。奥？そんな。トール、弟分のお前でも賭場の貸し借りだけは俺にもどうすることもできねえんだ。おい、どう始末をつける気だ。殺してくれ。バカ野郎！目みたいなチンピラはな、一番も値打ちもねえんだよ。横浜のおふくろさんにでも払ってもらうか。やめてくれ。それでもなかったら生みの母親の優子ママにでも来てもらうか。やめてくれよ。あの人は何の関係もない人だ。兄貴、コンクリート詰めにでもして海に投げ込めるしょうがないぜ。トール、死にたかねえだろ。俺だとお前を助けたいよ。助かる方法がな、一つだけあるんだけどな。玲子だよ。玲子？玲子にゴルフの勝負をやってもらうんだ。お前の命をかけてな。待ってくれ兄貴。玲子は今プロテストを目指して頑張ってるんだ。俺のために余計な気を使わせないでくれ。だったらどうする気だ。俺の本当の親父は総工業社長の野上慶太郎だ。そいつから賭場の借金を取ってくる。何？総工業の社長の野上がお前の父親？何？徹が野上社長の隠し子だったのか。そうか、それはいいことを聞かせてくれた。よし、確証を取っておいて。上島です。優子さん。え？1億2000万？トールがそんな大金を？おお、やっとるな。うん、なかなかいい。なんだ君たちは。断りもなしに人の家に上がり込んでただで済むと思ってるのか。野上さん、我々はあなたの息子さんに許しを得て上がったんですよ。あなたに非難される覚えはないと思いますがね。何の用だ。トールが賭場で1億2000万の借金を作りましてね。父親のあなたが払ってくれないとトールの命が保証できないんですよ。何？トール、お前というやつはどこまで愚か者なんだ。支払ってくれるんですね、野上さん。どうなんです、野上さん。そんなバカな金が払えるか。トールと私とは何の関係もないんだ。出てきたまえ。野上さん、賭場の借金を払えないとなるとトールは自分で死を選ぶことになりますよ。
出て行きたまえ。出て行かんのなら警察を呼ぶが、それでもいいのか。トル、諦めるんだな。あなた、財産を処分すればそれぐらいのお金なんとかなるはずですわ。あなたは今人間としての最低限度の誠実さを試されているんですよ。私は自分の夫がたとえ私の子ではなくても自分の子を見殺しにするような人間であってほしくないわ。静子、助けたいか。え、レイコ。当たり前よ。でもそんな大金私の力じゃどうにもならない。トールを助ける方法が一つだけある。何？俺たちが選んだプロとトールの命をかけてゴルフマッチをやらないか。お前が勝てばトールの借金をチャラにしてやる。私が負けたらトールは自分で死ぬことになる。場所はロイヤルヒルズカントリー。スタートは8時ジャスト。待ってるぜ、レイコ。現金と言えるものがほとんどなくて、2000万になるかならないか、1億2000万なんてどうやったって。大丈夫よ。これに私の分を足せば野沢に会ってこれを渡せば徹を返してくれると思うが。これは優子さんの店の権利書じゃないの。少なく見積もっても6000万にはなると思うわ。あなたのと合わせれば8000万。野沢だって額面通り1億2000万取ろうとはしないはずだわ。トールは助かるのね。そうよ、トールは助かるわ。さあ、それを持って野沢のところに行って。優子さん、なぜ私に？トールのお母さんは安子さんよ。あなたの手でトールを救ってほしいの。優子さん、私の力じゃどうにもならないって思い知ったの。トールはやっぱり安子さんのところに帰るのが一番。私のことなら心配いらないのよ。私はどこ行っても働けるし。トールには二度と会わないつもり。優子さん、トールを頼むわ。これはお持ち帰りください。これでは不足だっておっしゃるんですか。こんなものではとてもとても。トールにはバカなかけ方はやめろと何度も忠告したんですがね。警察に訴えます。どうぞ。構いませんよ。私たちは直接トールをどうこうするつもりはありません。ただしトールもこの世界の人間です。借金が払えないとなると自分の体で決着をつけることになるでしょうね。どういう意味ですの？さあ、それはトールが考えることです。銀行強盗をするか首をくくるか。トールを返してください。
トールはどこにいるんですか。トール、トール、どこにいるの。返事をして。トール、お母さん。トールの一件は玲子に任せることにしたんですよ。玲子に。玲子に何をするつもりですか。ゴルフですよ、お母さん。ゴルフ。ゴルフ。トールの身柄は下水会と玲子の賭けゴルフで肩をつけるということですよ。賭けゴルフ。する覚悟で駆けつけてきたんです。なのに何にもできない。トールが殺されるわ。警察に訴えてもダメ。奴らの世界は素人の常識なんて通用しないのよ。優子さん、私野上さんに会ってみる。野上さんに頼んでお金を用意してもらうわ。でも安子さん、トールを助けるためにはそれしか方法がないわ。野上社長、あなたには赤坂の芸妓に産ませた隠し子がいるそうですな。君、バカなこと言うんじゃない。私のプライバシーを話してる場合ではないだろう。私たちはあなたを信用できんと言ってるんですよ。何？緊急動議を提案します。野上社長の退陣を要求します。私の提案に賛成の方は挙手してください。バカな。賛成多数とみて野上社長の退陣を決定します。さすがだ、勝田さん。日本オープンで優勝した腕はまだ落ちちゃいないね。試合がある。賭けゴルフをやるんだよ。お前が勝てばトールの命は助かるぞ。負けたらトールは自分で死ぬことになる。レコ、悔しいけどあんたがトールを助けて一生恩に着るよ。トールが無事なら私はトールを諦めてもいいんだ。トールを助けて。サエコさん、
スタートは明日の朝8時。死ぬなんてやだ。私はやだ。信也さん、許して。私はトール兄ちゃんを見殺しになんてできないよ。ないんだろうね。玲子さん、私に残るように言っておいて、あなたは逃げ出す気なの？逃げ出したりするもんですか。明日の夜には戻るわ。だったらそのゴルフバッグは何の真似だい。明日は父のお墓参りの日なのよ。お墓の中の父にゴルフの出前を見てもらうの。何？玲子さん、必ず戻るのよ。お願いします。墓参りのため。上島君、お墓の中の幽閉さんに黒木という男がよろしくと伝えてください。私はね、16回もプロテストに失敗した男なんですよ。38の時、17回目のテストを受ける時はこれが最後だと覚悟を決めていました。その時、雄平さんが私にアドバイスをしてくれたんです。おかげで私は17回目にプロテストに合格しました。今でも雄平さんには感謝しています。上島君、雄平さんはどんな苦境に立っても心を乱すことなく果敢なゴルフをする人でした。ありがとうございます。今の父の思い出を私の励みにしてまいります。君のキャディを務めるのは僕しかいないよ。シンヤさん、さあ行こうか。の命をかけた下水会とのゴルフの試合に向かう玲子の胸中には不安が渦巻いていた。この勝負には徹の命だけではない、玲子と深夜の運命もかかっているのである。負けるわけにはいかない。玲子は自らを鼓舞するようにそう胸の中でつぶやいていた。上島玲子は今フェアウェイの彼方にトール兄さんの命を見つめています。元プロゴルファー勝田恭介とのゴルフマッチ9ホールにわたる、この勝負に
兄さんと私の魂を玲子は神に捧げて戦います。絶望から希望へ、悲しみから喜びへ、闇から光へ。神よ、玲子を導いてください。次回プロゴルファー玲子